れってもしかして、口裂け女なんじゃ。いや、人を見た目で判断しちゃダメ。ただマスクをしてる綺麗な人かもしれないし。ねえ。はい。私、綺麗？私、綺麗？口裂け女と女子力高い高校生が出会うとどうなるのか。ソータ、さっきからどうしたの？あ、ユリカか。脅かさないでよ、もう。いやいや、普通に話しかけただけなんだけど。そう？それならいいんだけど。それより、ソータなんか今日髪型決まってるね。ワックス変えたの？わかる？本当はポマードが良かったんだけど、今ポマードってあんまりなくて、いつも使わないワックスをつけてたらなんか乗ってきちゃって。ゆるふわなソータも可愛い。それにしてもなんでポマードなんて探してたの？ポマードなんておじさんが使うような整髪料でしょ？実はさ、最近出るらしいんだよね、ポマード嫌いなあいつが。ん？そんな人いたっけ？ゆりか知らないの？口裂け女だよ。最近学校で話題になってるじゃん。口裂け女？口裂け女。そもそも口裂け女ってなんだっけ？ゆりか、口裂け女自体も知らないの？聞いたことないわけじゃないけど、昔に流行ったお化けでしょ？もかも小学生の時に本で読んだことがあるのです。人通りの少ない道を歩いていると、大きなマスクをした女性がこっちを歩いてくるのですが、そしてこっちを向いたかと思うと、私、綺麗と聞くそうなのです。それで？もし綺麗と答えると、あれでもと言ってマスクを外し、耳まで裂けた大きな口を見せ襲ってくるそうなのです。噂では100メートルを3秒で走るらしく、捕まればその人も同じように口をハサミで切られてしまうそうなのです。100メートル3秒って世界新記録じゃん。オリンピック出れるよ。そういうことじゃないでしょう。それに口裂け女だって世界狙ってるわけじゃないよ、きっと。まあそうか。それにしてもソータ、今怖くて耳塞いでたでしょ。そんなことないよ。なんか耳が変な感じだなと思って押さえてただけだもん。本当に？本当だって。シシャラ、今日放課後少し残れるか？なんでですか？お前、この前の数学のテスト赤点だったろ。募集を受けることになったから絶対帰るなよ。そんな。ねえユリカ、悪いんだけど待っててくれない？別に怖いとかそういうのじゃなくて、ね。ああ、ごめん。今日お母さんに早く帰るように言われてるんだ。嘘。モカちゃんはどう？師匠、モカも今日は予定があるのでお先に失礼するのです。そっか、頑張って補習受けるよ。口裂け女より補習の方が怖いでしょ。そうなのかな。私、綺麗？はあ、補習やっと終わった。口裂け女の噂のせいでちょっと心細いな。鉢合わせないように急いで帰ろう。あれってもしかして口裂け女なんじゃ。いや、人を見た目で判断しちゃダメ。ただマスクをしてる綺麗な人かもしれないし。ねえ。はい。私、綺麗？うわー！しまった。待って。って、あれ、口裂け女さんじゃない？口裂け女ってひどいです。そんなわけないじゃないですか。それで、私、綺麗ですか？綺麗じゃないですか？はあ、なんだ、よかった。さっきは驚かせてごめんなさいね。私、ホラカヤコ、この近くに住んでる大学生です。俺は獅子原草太です。それにしてもびっくりしましたよ。うちの高校で口裂け女が出るって密かに噂になってますよ。口裂け女が出るんですか？いや、そうじゃなくて、あなたが綺麗かどうかいろんな人に聞くから。ああ、そういうことか。ごめんなさい。実はね、高校で付き合ってた彼氏に
振られたの。なんでですか？まあ見ての通り、私あまりにも不器用で化粧が大の苦手で、どうやっていいのかわからなくて、高校の時は別に化粧してない子もいたし問題ないのに、大学入ったら急にみんな自然と化粧しだすでしょ。それで私も頑張ってやらなきゃってやったら、ブスだとかメイクが下手すぎるとかで言われちゃって、彼氏に相手にされなくなったの。なるほど。それでいろんな化粧して人に聞いてたんですね。ええ、でもいろんな人を怖がらせてしまったみたいね。ごめんなさい。ホラさんが謝る必要ないですよ。ああ、でも謎は解決してよかった。私やっぱりお化粧なんて似合わないわよね。どうやっても不器用だから、口紅もうまく塗れないし、ずっとマスクしてた方がいいんだわ。一生すっぴんで生きていた方がいいのよ。そんなことないですよ。まあ確かに今のままじゃちょっとお化粧の仕方はあれですけど、俺こういうの得意なんで手伝います。本当に？ビフォーアフター、なんだかすっぴんを見せるの恥ずかしいわね。全然恥ずかしがることなんてないですよ。すっぴんも綺麗ですよ。そういうもの？はい、まずはナチュラルメイクをしていきますね。お願いします。じゃあ最初は下地から。下地をつけることで保湿効果とか UV カットにもなるし、化粧には絶対重要だからおすすめですよ。料理でも下ごしらえするでしょ。なるほど。下地のつけ方は1円玉より少し大きいくらいの量をおでこ、鼻、ほっぺ、顎の5箇所に置いて、内側から外側に塗り広げるように塗っていきます。豪華しろ。いい感じです。次はファンデーション。ファンデはクッションファンデが初心者にはおすすめで、ほっぺの広い場所からポンポン置くようになじませるのがいいですよ。なんか肌が綺麗に見えるですよね。あとはアイブロウで眉毛を整えてアイシャドウをつける。あ、アイシャドウは2色のが初心者にはおすすめですよ。指にとって塗るだけでうまくできやすいって雑誌で見ました。すごい、これが私？今までと全然違う。まだまだここから。チークは崩れにくいクリームチークにして、ほっぺの高いところ中心に塗って、リップも肌なじみのいいものを軽く塗ってと。すごい、あんまりつけすぎなくてもいいんだ。私可愛いかもしれない。はい、とっても綺麗です。どこを目立たせるかでも全然違いますし、練習すれば誰でもできるようになりますよ。あのシシャラ君、よかったらしばらくやり方を教わったりしてもいいかしら。俺も予定あったりするんで、他にも化粧で困ったことがあればデパコスの店員さんに相談するといいですよ。化粧のプロなのでしっかりとしたおすすめを教えてくれますし。そうなのね、ありがとう。私を振った彼氏なんかよりももっといい男性を捕まえてやるんだから。その意気です。私の幼馴染獅子原聡太は女子力の高い伝説の元ヤン、そして女子力の高さで口裂け女と噂されていた女性を救い、化粧の仕方まで教えてあげて綺麗にしてしまうのでした。いつも動画を見てくれてありがとう。今日は皆さんにお知らせがあります。次に来る漫画大賞2023の投票が始まりました。一人一回投票できるみたいだから、みんなの力を貸してほしいです。ウェブ漫画部門で女子力高めな獅子原くんに投票してほしいな。投票は概要欄のリンクから。7月10日までです。それじゃあ今日も最後まで動画を見てくれてありがとう。次の動画も楽しみにしててね。バイバイ。今日の動画はどうでしたか、タクタク。いや俺に聞くなよ。そんなことよりこの動画のオープニング曲を紹介するぞ。サッタくん、チャンネル登録するのです。いやだから俺に言うなよ。チャンネル登録よろしくなのです。